皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間がですね、バイク店をやっております。コメントにはですね、バイクの整備の動画を見てますんでねありがとうございます。すいませんね。こちらですね、鈴木 GN125H っていうモデルのようです。中国鈴木で作ってるね、今昔に日本で作ってたやつを、中国で鈴木がね、作り続けているっていうような言い方でいいんでしょうか。はい。なんといってもね、リーズナブルなんですよ、このバイクはね。はい。で、多くのね、日本でも、多くのライダーが乗ってね、いろんな思い出を作ってきた、この GS とかね、GN っていうバイクが、今ではね、中国の人たち、または東南アジアの人たちに同じようにね、思い出をいろんなね、作って、素晴らしいじゃないですか。いいですよね。で、ね、フロント、このキャストホイール、すごいですね。中国の底力を感じずにはいられない。こんな安、こんなっていうか、あんな安いのにって、どうして、こんな、日本じゃありえないっていうかね、すごい装備、安価なね、まあ今ではなかなかそれもなくなってきたみたいですが、はい、なんか違うんですかね、日本の時のやつとね。ブレーキパッドがね、ちょっとないんですよ、うん。で、最初こうタイヤもないで、タイヤとチェーンとってね、で、整備でどれぐらいかかりますかって見積もりをちょっとね、用意して、行ったんですけど、まあ、結局乗らないから、仮にね、直しても、乗らないかなっていうことで、下取り、ね、もし、いくらぐらいになりますかっていうことで、そうですね、これはなかなかって言って、で、まあ、いくらぐらいですねっていうことで、まあ、迷われて、わかりました、売りますって言っていただいたんですが、おっとっとっと、ないですね。ないですね。はい。こっちもね、ないですね。はい。そんな感じでございます。そしたら、これね、ピンスライドタイプなんで、要はですね、要、やっぱりここの、このピンのとこなんですよ。これがちゃんとスライドする、動く、これがやっぱり要だと思うんですよね。抜けないな、なんか引っかかって抜けない、なんでだろうか。なんだこれ、なんかキャップになってんだ、なんか違うんですね、少しね、微妙になんか作りが、よいしょ。膝が痛い。なんですか。言われるんですよ。こうしゃがんでね、やってると、体を悪くするよってね、多分やっぱりリフトみたいなとこ上げて、上からね、触るみたいな、そういうふうにしないと、あ、ここにネジがありますね。これを緩めないと、この、動かない、抜けないんですね。そういう作りなんですね。え？でも抜けそうだな。抜けそうですけどね。何ですかね、これね。昔の日本の仕様はどうだったのか、それも知らないんでね。あんまり触ったことない。初めての場合。ちょっと一回戻して、これちょっと外してからやってみましょうね。なんか面白いですね。で、外れるのかな。あ、そういうことなんですか。そういうことなんですか。あれ？
ボルトで止まってるんですね。で抜けるわけないですよね。でちょっとこれを抜いて、でこれちょっと掃除してね、グリス塗って、まあ今固着はしてないんですが、まあ、だいぶ汚れちゃってるんでね、グリスが切れちゃってますかね、スムーズに動くようにして戻すと。で、まあ、キャリパーピストンがねもう出ちゃってるんで、パッドがなかった分、ただこれ全部ダストカバーが覆ってるタイプなんで、そのまま戻しても大丈夫って感じですかね。硬い。どうしたらいいんだ。でキャリパーピストンツールっていうね、これあの戻すやつですね。これを使ってちょっと戻して、新車から触ってないってことだったんで、そのまま戻しても液は上がるだけでってことですよね、うん、汚い、ちょっと汚いですね。で新品のパッドをあのつけてくれたんで、はい、鈴木ハオジュエ合尺っていうんですかね、純正部品ですね。大腸口臭炎弾かな、有限講師書いてありますね。中国スズキの純正ブレーキパッドですね。はい、まあね、せっかくですから純正でいきましょう。つけなきゃいけないものなんでしょうか。これね、こんな感じについてました。ね、スプリングバッドスプリングない方がスムーズなんですけどね。部品がついてるんですけど、なんですかね。よいしょ。しゃがんでると膝が痛くなるんで、ちょっと座って、なんかね、バイク屋の匂いだって方が言いましたけど、バイク屋の匂いってどういう匂いですかね。ガソリンですかね。そしたらなんかね、誰かひどいとか、何にひどいって言ったのか、バイク屋の匂いって言ったのにひどいって言ったのか、何にひどいと言ったのか分かりませんが、また違うことにね言ったのかもしれないし、ちょっとわかんないですけどね、まあ、あ、膝がちょっとね、膝痛いですね。ちょっとね、体に良くないですね。サポートをちょっと拭いて、ね、きれいにして、そしてこれはあとこれですね、キャリパーのスライドをするとこのピンですね、これも一回ちょっときれいにして、でこれはグリスを塗って戻すと。ここシールになってるんですね、外がね、ちょっとね、でそこがちょっと硬いっていうのはあると。でちょっと掃除して、
パッドがなくと嫌なので面取りして、そうちょっとね、キムコのあれでね泣くのがあったね。お客さんのが泣いてたのはまあいいんですよ、うんね、よくないよくないよくない。でお客さんのはその直したね、うん、そして、そしたらうちで乗ってる試乗車なんか泣くようになったんで、それはね昨日ちょっとパッドの面取りをして、でパッドグリス塗ってブレーキグリス塗ってですね、でちょっと様子をっていう感じなんですよ、ね、ある程度走るとみんな鳴るのかみたいなね、泣くのか。でパッドをかけて鳴るのか、パッドをかけると鳴るのか、ただこう握りを戻したらこうなんかちょっと泣くのかでちょっとね変わってくると思うんですけど、この部品スプリング昔入ってなかったですね、このタイプの日本のやつには入ってないんじゃないですかねと思うんだけど、パッドが動かないんでね、カタカタは言わないと思うんですけど、ただ抵抗にはなるので、これがこうやって、よいしょ、これちょっとシリコングリスを塗って、はい、これおそらく入れるのにこんな感じにしてこっちを入れてからじゃないと入んなくなるような感じだと思うんですよね。あ、そんな感じ、そうですね、こんな感じですね、こんな感じですね。こっち側から入れればいいのかな、まあ、ちょっとね、はい、それでパッちょっとよ、これでパッドをセットするんですね。なるほど。そしてこっちをいつもね、このタイプはね、なんかね好きになれないんですよ、セットがね。セットするのが難しい。どうしてこう簡単にしないんですかね。
なんかね、複雑な作りですよね。パッドの取り付けとかが。4パッドね、対向ピストンとかね、簡単にピンだけで止まってたりとかするんで。なんでこう、複雑な作りにするのかなと思ったりするのでございますが、これ これはむずいな、これむずいな、これはで、あ、これむずいよ。こっちを先に入れないな、こうか、こうか、ああ、なんだこれ。パッドスプリングが、グリスが全部触って落ちてしまう。難しいですね。一回抜いて、入れる、ここにこう入れるのだけれども、ああ先にセットしてやると難しいから、ちょっとね、こう入るから、こっち向きでいいね。はあ、通り抜ける。ああ、いやー、どうシンプルにしないですかね。こういう複雑な設計にするのかよくわからないで、多分これがいいんでこういう風にしてるんだと思うんですけど、ブレーキメーカーがね、こういう感じにしたらいいんじゃないですかねっていうことを言うのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。で、こっちはこっちでこれをセットするとですね。でこれで止めると、やっとこさ、はい、入りましたね。そしたらこれを戻すと。で、マーキングしてあるんで、来てそこでまず閉めると。動くんですよね、こうやってね、カタ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 言うんですよ、うん、スライド式は。さて、とりあえずつきましたね。それでカバーをすると、カバーが。さて、ちょっとブレーキをね、握ってピストンを、押し出して、あ、液がやっぱりね、戻ってきましたね。さて、そしたらば、これちょっとこっちの方にね、置かせていただいて、今度は
ブレーキね、入れ替えます、はい、おお、黒い、うん、黒い、で通常これダイヤフラムって液が減ってくるとこの蛇腹がビューイって飛び出し出てきて、要は空気の層をマスターの方に行かないようにしてるはずなんですよ。液面を保つっていうんですかね、なんていうんですかね。なのでこれが本当は出てかなきゃいけないんですけど、これ出てないです。空気吸ってるだけ。そうするとこう倒した時にブレーキに液エア入っちゃうんで、ちょっとブレーキ効かなくなるってことですね。エア噛んじゃったらね。だからそうならないようにダイヤフラムってね入ってるはずなんですけど、違いましたっけ？そんな感じだったと思うんですけど。もちろんパッキンの役目もしてるんですね。パッキンだけ、でもパッキンだけの役目だけじゃないんですよね。そんなところでですね、こちらですね、ちょっとね見てみたいですね。これ